それでは、お立ちになれる方はどうぞお立ちになって、共に賛美していきたいと思います。Jesus.
ピじゃん、いつも喜ぼう。どんな時でも神様が共にいてくださる。 Rejoice, Rejoice, Rejoice、 いつも喜ぼう。Rejoice, rejoice, いつも喜ぼう。どんな時でも神様の恵み満ち溢れる。 Rejoice, 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 いつも喜ぼう。どんなことでも神様がきっとしてくださる。いつも喜ぼう。 Rejoice, rejoice, rejoice、 いつも喜ぼう。どんな時でも神様が共にいてくださる。 Rejoice, rejoice, rejoice、 いつも喜ぼう。どんなことでも神様きっとしてくださる。悲しい時も苦しい時もどんな時でも神様に心からの感謝と賛美を捧げよう。 Rejoice, Rejoice, Rejoice、 いつも喜ぼう。恵み満ち溢れる。 Rejoice, Rejoice, Rejoice、 いつも喜ぼう。どんな時でも神様がきっとしてくださる。いつも喜ぼう。悲しい時も、悲しい時も、苦しい時も、心からの感謝と賛美を捧げよう。 Rejoice, Rejoice, Rejoice、 いつも喜ぼう。どんな時でも神様の恵み満ち溢れる。 Rejoice, Rejoice, Rejoice、印と不思議が奇跡がこの地に全地に栄光を私たちの神に来せよ、神に来せよ。栄光を私たちの
せよ。ない波技が印と不思議が奇跡がこの地に全地に方々さんにこの祈りとこの聖書の読み込みのこの土台をしっかりとさせていきなさいと主は仰せます。確かに終わりの時代においてさまざまな困難な事柄が許されると主は仰せます。しかし私の言葉と私の言葉に従い
従う者に私は多くの守りと祝福を注ぐと主は仰せます。この神の計画というのはあなた方の思いをはるかに超えて大きいと主が言われます。この神の計画に、このが現れるためには祈り聞き従う中で神の計画は成就していくと主が言われます。祈り聞き従いの土台をさらに強めていきなさいと主が言われます。時代は大きく変わったと知らせられます。この中であなた方は後期が良くても悪くても私の福音を述べ伝えるという事柄に心を定めていきなさいと知らせられます。私はどのような困難の中にいる民においても私の福音を述べ伝えさせていくと知らせられます。そのためにあなた方を使わせていこうと知らせられます。確かにこの土台となる祈りを強め、また聖書の読み込みを強めていく中で私があなたに語ることがあり、私が導くことがあると主は教えます。その私の小さな導きに従っていきなさいと主は教えます。小さい事柄に従っていく中で非常に大きな扉が開かれていくようになると主は教えます。このリバイバルと終末の使命というこの2つのビジョンがこの群れには掲げられていますが、その働きを担うしもべとしての訓練が今与えられていると主は言えます。さまざまな失敗も許されますが、その中で後悔して終わってしまうのではなく、その失敗を通して学ぶべきことを学ぶということが重要だと主は言われます。この特別な時代の中で私はお一人お一人に私の計画をすでに委ねていると知らせられます。その計画、その働きを最後まで全うしきることができるようにあなた方はさらに祈りを強めていきなさいと知らせられます。その中で困難やまた非常に病んでいる方々のもとにあなた方を使わし私の福音を述べ伝えさせていこうと知らせられます。御言葉を通しまた預言を通して語られている言葉が次々と今この時成就し始めているとしか言われます。神の栄光を主に帰しお一人お一人語られている神の言葉を信仰告白していき大胆な信仰の闇を踏み出していきなさいとしか言われます。主はその信仰の闇を祝福し豊かに神の計画に預かるものとさせるとしか言われます。それでは、再び賛美する時を持ちたいと思います。
神の計画なるように知らされた民が救い主を信じるように、彼らを帰らせたまえ、この町で礼拝捧げ、輝く主の栄光現れるように癒したまえ、この町を浸りたまえ、彼らのうちにすぐに来られる主へ、イエス様、あなたが再び来られることをありがとうございます。賛美を豊かに導いてくださり、また予言を通しても語ってくださったことをありがとうございます。さらにどうぞこの礼拝の中に、すでに主が私たちに触れてくださっていること、語ってくださっていることをありがとうございます。どうぞさらに私たちに触れ語ってくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞ。